一世のでバンバンザイだです。みゆです。はい、はい、ということで、はい、今回もルナミユで企画をやっていくんですけど、はい、いつもね、うん、義士がいたら、はい、義士が選ぶルナかミユみたいな、はい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 、そういう企画をやってるじゃん、うん、でもいろんな YouTuber さんに、はい、正直どっちがタイプなんですかっていうのを聞きたいなと思って、はいはいはい、なるほど。この間さ、うん、それこそさ、なんかドバシ師匠にさ電話した時に、うんうん、俺実はルナちゃんよりミユの方がタイプみたいなさ、あらそういう感じってことでしょ。それをそうでもさすがに正直どっちがタイプですかみたいに言ったら、はい、すごい嫌な気持ちになる気がすんのよ。本当にそれはあるよ。だって本当に分かれると思うの。そう結構なんでですね、はい、今回はテーマをいろいろ決めまして、はい、そのテーマを聞いた上でどっちがいいですかっていう風に今回いろんな YouTuber さんに聞いていきたいと思います。あーいいね。ということで本日はみゆるな正直どっちがタイプあ、これ企画名です。これ企画名ね。これ企画名です。これがタイトルなのね。そう、これタイプになってます。なるほど。タイプって言っちゃった。どっちがタイプなの？どっちがタイプなのって。はいはいはい。でまあやっぱりみんなね忙しいと思うので、はい、今回弾丸で電話をいろんな人にかけていくんですけど、はい、出なかったら折り返し電話が来た人には聞いてサクサクと行きたいと思います、はい、ということで早速やっていきまショウ。もうお題を事前に決めてるんですけど、はい、結構分かれそうな質問を用意しました。おっぱいでかいのどっちとか言ってないよねやめてよ入れてたら分かる。やめてよ。実は隠れデカです。隠れデカです。隠れデカです。今回一つ目のお題は、はい、無人島に連れて行くならどっちを聞いていきたいと思います。あーちょっとさ、うちらのやつもやろうよ。もう決まってるよ。決まった。せーの、自分。いや自分好きすぎもう自分はなんか一人やったら頑張っていけそう。本当に、うん、いや私もあの結構野生だから、はいはい、いろんなところにアクティブに動けるよみたいな誰も聞いてないのにさ。しかもあのこの二人の選択はもう自分か相手しかいないからほぼそうじゃあかけますか。はい、決まりました。なんかちょうど黄色いトップが出てきたんで、うわー、この人にかけます。エスポのケイスケくんです。本当にもうバンバンザイも好きすぎるわね。常連、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうした？今大丈夫ですか？はいはい、大丈夫よ。今ちょっと撮影してるんですけど、ケイスケくんに聞きたいことがあって、はい、行きます。行きます。無人島に連れて行くならルナかミユ、どっちですか？ルナ。なんだよ、早い。嬉しい。何この人？ワイル渡しただろ。じゃあ多分あの結婚したい人にもルナ選んでるから。ふざけんなよもう。理由だけ聞かせてもらっていいですか？シンプルですよ。ルナちゃんが料理上手だから。え、あ、すみません、調理器具とかないですよ、無人島。大丈夫ですか？魚とか取ったら、はい、焼くって、ミユも焼くから。ありがとうございます。俺、ミユちゃんの料理食べたことないもん。だって来てくんないじゃないですか。家突撃していいって聞いてくれて。ミユちゃん言って、ミユちゃん言っていい。なんすか？今、突撃隣の晩御飯のオープニング撮影中。すごすごあ、じゃあ、メンバーいますか？メンバーいますよ。あ、ちょっとじゃあひろとくんに代わってもらっていいですか？オッケー。ひろとくん、はい、本当に平等な目線で見ていただきたいんですけど、うん、無人島に連れて行くならルナかミユ。ルナ。いやー傷つくて嬉しい嬉しい。何これ、なんでよ。嬉しい。理由はなんか支えてくれそう。ふざけんな。おい、理由ふざけんな。支えてくれそう。なんだよその理由。初めて聞くわ、支えてくれそう。いや、私だって無人島連れて行くのはヒロト君選ばないですから。春の春の。もう一個いいですか、僕たちから。はい、あ、どうぞ。次回の隣の晩御飯はミュージシャンの家でいいですか？あ、なんかあの最近ちょっと引っ越しをして調理器具がないんですけど、来年あたりとかなんか予定あったらぜひお願いしたいです。伸ばし伸ばし。料理が下手っていう認識をさせていただいて、いやだ、それまでに復元しといてもらっていいですかね、はい、頑張ります。よろしくお願いします。来てください。 OK、 うん、はい、ありがとうございます。すいません、忙しい時にありがとうございます。失礼します。お疲れ様です。うわー、悔
しい。来た。私無人島だったら勝てると思ってたんだけど。いや、レナも予想外だった。無人島選ばれへんなと思ったけど。ちょっと待ってくれよ。レナやっぱ支える、支えられると思われてる。支えられんの？ヒロト君のこと担げれんの？え、そっちの支えるじゃない。ヒロト君がもうご飯もない、何もないって時に大丈夫だよとこうやるね。でもヒロト君だったらうぅぅレイちゃんってこうやってやるよ。はいはい、大丈夫大丈夫。ケイスキ君だったらおレナちゃん行くでーだけど。あ、これどうする？あと一人聞いとく？あと一人行こう。え、ちょっと待って、友達少なすぎ。ほんまに友達少ない。まさかね。え、こんなの友達少なかったっけ？スクワットのじゃあカズさん行きます。カズさん、お会いしたことないです、私。会ったことないからこそ選んでくれたりしないかな。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。あの、今、撮影してて、メンバーにみゆちゃんとルナがいるんですけど、その二人の中で、無人島に連れて行くならどっちっていう質問をしていて。全く下心とかなし。あ、そう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 。何考えてんすか？無人島ですよ。じゃあ無人島当たり前です。すいません。ごめんなさい、こちらこそ。強い言い方してしまって。申し訳ない。みゆちゃんで。ありがとうございます！絶対あれや、あの、自分がダメダメってことを知られてないから、うん、狙えると思って。え、無人島でワンチャン狙ってる？そうそうそう。あ、そうだったんだ。理由は？やっぱ、叱ってくれそう。え、多分だ、わかんないけど、多分、ちょっと下心。ちょっと下心。絶対、ド M 入ってるよね。え、カズくんは、お酒強いんですか？すぐ顔も赤くなるタイプ。あ、そうなんだ。言うな、言うな。スクワットの中で一番ダメダメな人だ。カズくん。あら、変な女、なんか、ちょっとそっち系。私変な女。ちょっと、カズくん。叱ってくれそうって意味で。おー、嬉しいです。悪い意味じゃないよ。その下心とか全くなしで、いい意味で本当に叱ってくれそう。いや、浮気バレた時の人やん。言い訳が。ありがとうございます。すいません。またお願いします。コラボお願いします。失礼します。合ってなくてそうなるってすごいよね。まあまあ、いい勝負ですね。まあ、今1対1だもんね。1対2やね。うわー、でも無人島だから。無人島でもほんまに正直、ちゃんとできる人連れて行った方がいいよね。それはそう。そう、まあ、それはそう。マジそう、本当に。そうね。じゃあ他のやついきますか。はい。はい、じゃあ次。彼女にするならどっちを聞きたいと思います。おー。これがメインではありますね。そうだね。はい。これが一番ハートえぐられるぜ。ね。ジキヤさん行こうかな。お、いいじゃん。来てくれるかな。撮影してたんじゃない？撮影中ですか。じゃあ一回ヒカルさんに電話します。はい、します。電話します。出るかな。出ない出ない。閉まってないんだよね、LINE。マジで。ちょっと。少なすぎるよな。やばい、やばい。あ、ジキヤ君が来た。本当だ。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、すいません。あの、今。ねえ。もういいって。また会いたいって？いや、いいって。まさかの？ま、やめようよ。それさ、俺もさ、彼氏。そろそろやっぱ彼女作んなきゃいけないからさ。え、すごいいい関係だったの？最悪やん。そう。あ、そういう関係やめよう。ねえ、もういいから、本題行くよ。何？あの、今撮影中で、そうなの？いや、分かってるね。もう絶対分かってたよ。みゆちゃんとルナをどっち選ぶかっていう企画をしてるんだけど、付き合うならどっちっていうのを聞いてて。そんなんさ、もう分かるでしょ？聞かなくても。ちょっと。分かんない。え？どっち？ほんまやさ、やっぱな、すごい女やんか、そうやって。ルナは付き合うじゃないでしょ？体も関係。おい！選んだ理由は何なん？みゆちゃんを選んだ理由。違うだろ、絶対。まあやっぱその、北海道で夜の女っていうのがやっぱいいよね。ちょっと、ね、理由もおかしいし。みゆ抱きましたっていうのが、本当もう、1人ぐらいいるから。おい！なんかいろいろおかしいこと言ってんのよ。みゆちゃん、ふざけんな、もう。なんかあれでか、お前、俺らのツーショット、お前、出ないように気をつけろよ。そっち、警戒しとけ、もう。ジュキヤを警戒しとけってことだ、多分。あ、そうしとくか、うん。そうだわ。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、また会おうね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。お疲れ様です。人選ミスだ。ジュキヤ君、人選ミスした。すっごいよね。頭の回転早すぎる。この人全部適当や。ね。ほんまに。あ、ヒカルさんから来た。
あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、今行きます。あ、行けるね。あの、撮影してて、付き合うならルナかミュウちゃんどっちってのは聞きたくて。あー、なるほど。え、何ができるん、二人は。一応私はご飯を俺に対してご飯作れます。でも浮気とかは許しません。なるほど。私は家の家具とか、うん、あの揃えるのが好きなんで、ね、一緒に住んだ時におしゃれな家に住めちゃうよみたいな。うん、あの申し訳ないけど夜の話したよって。おい、ひかるさん。まあ見るかな。よっしゃー、嬉しすぎる。理由を聞いてもいいですか。物分かり良さそうっていう。おお、ルナちゃんは、うん、ピュアすぎて、うん、俺の闇についてこないと思う。うん、ついていけない気がする。そうそうそう、だから付き合ってたんか。大きく傷つけること分かっとるから、うんうん、っていうのもあるな。へぇ、そういうことか。正直、ほんまはもうどっちとも行きたいんだよな。都合よくなろうとしないでください。やめてください。え、じゃあちなみに浮気相手ってなったら、自分が彼女いて。あー、でも俺浮気とかせえへんからちょっと分からん、ごめん。いい男や、もういい男や。回答が100点や。もうすいません、忙しいのに申し訳ないです。全然全然。じゃあ、あの普通にご飯とか誘んで。はい、ありがとうございました。はい、すいません、失礼します。じゃあまた。いい男やな。浮気相手は選ぶ。よくない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 。みゆちゃん選んだってことは、今ルナが2いて、みゆちゃんが3。なるほど、なるほど。一個質問なんだけど、はい、ジュキヤは濃感じゃね、さすがに。ジュキヤくんは濃感でしょ。あれは一応でも選んでるからさ。あれは選んだに入るんだ。入る入る入る。あ、そうだったんだ。じゃあ次行きますか。はい、じゃあ次は結婚するなら、うーん、見せていきたいと思います。付き合いと結婚は違いますからね。ゆうた行くか。ゆうたぼにかけたいと思います。はい、いるかな。忙しそう、寝てそう。うん、いや多分そうやね。マジでどうしよう。あ、来た来た、ユタボン来ました。もしもし、お疲れ。お疲れ。ごめん、今大丈夫？うん。一個聞きたいことあったんだけどさ、結婚するならルナかミユどっちですか。うわ、もう言ったかもしれんな。おうおうおお、うん、言ってみ言ってみ。いい、もう言っていい。ちょっと待って、これ迷ってないのが嫌だ。ね、迷ったふりしてくれ、お願いだから。ちょっと迷うの。よしよしよし、迷う迷う。結婚だよ、お付き合いじゃないよ。結婚だからね。生涯共にするよ。普通に老後も一緒にいるからね。決めた。 OK、 どっちですか。ルナ。うわーい、うわーい、お前嬉しい。理由は、やっぱ本当に楽しそう。ちょっと待って、楽しいよ。お互いで確実に楽しいのは間違いないんだけど、うん、ルナちゃんの方がアホでしょ。ね、それさ、うん、前も言ってたよね。あんたアホ好きなの。結構アホな感じにね、笑っちゃうんで。確かに、ユタボンのツボにハマってる感じがする。マジな顔してアホな感じが面白い。いや、からかってよ。もう褒めてんのか、けなしてんのか分からん。ありがとうございます。ヒューヒュー、おめでとう。ちなみにさ、誰かさ、周りにいたりする？今ね、いないんだ、美容室してるから。ごめんね。いありがとうございます。かっこよくなっといで。ありがとう。またまたね。はい、バイバイ、ありがとう。ということで、ルナですね。いい。スカイピースさんの動画の時も、はい、付き合いたい女性選ぶやつの時もルナだったじゃん。私ワンチャンかけたのよ。付き合うと結婚は違うかなと思って。言ったの、付き合うと結婚違うよって。負けた。ってことは、ゆうたくんは考えてくれてるってことや、うん、いつか。おっとおっと。いつかルナが、うん、もう男がいません、助けてくださいって言ったらワンチャンいけるかもしれない。なんでさ、ゆうたがちょっと下がってんの。ルナが選べるみたいになってるやん。でもまあ、ルナはいつでも花嫁修行して、はい、オッケーですよって時に、うん、まあ、ゆうたに来てもらって。そうだね、うん、じゃあすいませんけど、あの結構重い感じで捉えたんで、はい、ゆうたもそのつもりでお願いします。ヤマト行ってみる。だね、ヤマト行きます。はい、頭いい人が好きだから。うちら無理じゃん。ヒカルさんもそうだけど、うん、ヤマト君、ヒカルさんって頭いい人はミュウちゃん選ぶの。そういう分析結果になったんだ。じゃあカズは。なんで。あれは無人島やろ。うん、カズ無人島だから。そう、関係ない。そういうことで。そうそう、忙しそう、ヤマト。一回切りますわ。カノ君とか行く。あ、いいじゃん。
あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。もしもし。あ、今撮影してて、はい、はいはい、みゆちゃんかルナで結婚するならどっちって聞いてて、答えてもらってもいいですか？ルナちゃんですね。え、早いな、早いな、かのくん、ちょっと迷って。27秒の間で決まっちゃうなんてやだ。仲良かったから。あー、ね、あー、なるほど。で、あと おっぱいでかいなっていう。お嫁さんになったら家事とかしてご飯美味しいの出てくるんじゃないかなとかもなく。いや、俺料理自分で作りたいから。あ、じゃあおっぱいだ、おっぱいだ。おっぱいですね。なんだよね、かのくんってちゃんと男の子だよね。そうだね、うん、あの、本当に男の子だと思う。本当に男の子だ。じゃあちなみに付き合うならみゆかルナ。付き合うなら、うん、あ、ルナちゃん。うん、だから迷って。しつこい。ありがとうございます。しつこい。ありがとう。じゃあもしルナがおっぱいなくて A もないってなったら、じゃあみゆちゃん。おい、じゃあやめろ。じゃあはやめろ。おっぱいですか、みゆ。じゃあはやばい。一番リアルで傷ついた。ありがとうございます。またバンバンザイとコラボお願いします。あ、お願いします。行く入しときます。それは絶対お願いします。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。バイバイ。ふざけんな。ふざけんな。おっぱいやって、イクリューか。悩まんでいいね。いや、でもちょっとさ、マジでさ、おっぱいって大切なのかなって最近思ってきた。いや、あのね、でも考えて、ジュキはさ、体目当てだけに見られる可能性は大。確かに。そう、だからないものねだりやの、ほんまに。じゃあケツかおっぱいつけるのはどっちがいいの、女性的に。いや、お尻だと思う。お尻か、うん、お尻が一番ね、いろいろと思う。じゃあちょっとケツ筋の筋トレするわ。そう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 、頑張る。その後もう一回この企画撮ろう。あ、やばとだ。もしもし、ごめん。今大丈夫？大丈夫だよ。今ちょっと撮影してるんだけどさ。お疲れ様です。お疲れ。ヤマトに一個質問があるんだけど、うん、結婚するならルナかミユ、どっちですか？おー、いい質問するね。いや、おじさんだな。ね、あー、でもルナちゃんかな。おーい、なんだ、マジで付き合うならミユって言ってたじゃん。うん、付き合うなら。ふざけんなよ、お前。え、ルナだよ。理由は？まあ、ルナちゃん、やっぱその、イメージがつくというか、うん、結婚したい、したいって言ってるから、やっぱ結婚のイメージあるし。あー、確かに。まあ、ルナになりたいしね、俺は。ほらほら、あなた言ってるほうかな。なんでさ、みんな言ってる？みんなおっぱいがなんちゃらこんちゃらって言われる。言ってるよ。カットしてて、なんかすごい、同じ恥ずかしい人。普通使うけどさ。私もできてるよー、結婚準備。みゆちゃんは、まあ、普通なんかちょっと、子供が確実にコダックになる。おい、もう自分のさ、言葉の影響力考えてくんない？本当に。それは、それは誰も言ってない。言うわけないだろ、みんな。わざと言ってないことを言ったんだよ。みんな気使ってんだよ。さっきさ、ゆうたにも聞いたのよ。結婚するのはどっちって聞いたら、ルナちゃんって言ってた。うん、もうそれそうだろ。え、カバーする気ある？私のこと。え、みゆちゃん人気ないっしょ。え、マジでないんだけど。ルナちゃん本当にね、言ってるからね。挨拶の時やるわ、これから。結婚したいみゆです。これから言うわ。違うよ、そのコダックのお父さんになって。すいません、なんか映像乱れちゃったみたいで、本当申し訳ないです。ということで、ヤマトはルナでしたね。ありがとうございます。ちょっとコムドット人気がいいんじゃないね。お題は、靴喧嘩するなら。おー。じゃあ、なるべく選ばれたくないんだ。そう。喧嘩するなら勝った方がいいやん。でも、選ばれたら、多分舐められてるでしょ、これ。そうだね。選ばれたくない。モーリー君にかけていきたいと思います。はい。あ、もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。あ、今、撮影してて、みゆちゃんかルナと、靴喧嘩するならどっちっていうのをちょっと聞きたくて。手で。どういうこと？ルナかミユ、どっちと口喧嘩したいっていう。ルナちゃん。それはなんで？弱そう。やった、やった、やった、やった。ルナ結構きついよ。いや、大丈夫。それでもルナ？うん。舐められて。あんまミユちゃんとしたくないです。え、なんで？怖いね、なんか。あ、そうなんだ。モーリーってさ、女性と口喧嘩したことある？しないよ。喧嘩したことある？ないないない。え、ないんだ。じゃあ、お付き合いした女性と喧嘩になっちゃいました。自分から謝る派？それとも、言い合いする？謝るんだ。いつもそう。あ、そうなんだ。いつもそう。いつもそう。やめてくれ。ちっちゃい時からそうかも。あ、そうなんだ。だからいい人なんだ。じゃあ、喧嘩しようや。いいよ。もうそれもいいよ。もう優しいからね。ありがとうございます。ごめんね。また大丈夫だよ。お疲れ。バイバイ。バイバイ。
優しすぎる。でもやっぱりほら一発目来たやろルナって、うん、そのままだった。でもルナ本当に思ってるよりマジ結構きついと思うよ。うん確かに。じゃあ JP 君にかけます。あ、マシマシお疲れ様です。どうした今日のデートのこと。待ってよ。ねえもうお疲れ様です。本当にもうお疲れ様です。今撮影してて口喧嘩するならミュウちゃんからどっちとするっていう、うん、口喧嘩ってどういうこと。チチュー口喧嘩ね。口の接触じゃない。口口喧嘩ね。言い合いです。口喧嘩、はい、言い合いか。そうそう口喧嘩したいって思ったことない。何その質問。もうしなきゃいけない。私からな。しなきゃいけないならね。はいはいはい。しなきゃいけないならミュウちゃんかな。嘘、ルナちゃん泣いちゃいそうじゃない。あのどんなイメージ持ってるんですかルナに。ね、いやルナちゃんはだってあのか弱いイメージがあるから。なんか言い合いしててすごい言っちゃったら泣いちゃいそう。ミュウちゃんは帰りそう。あもういいもういいって言いなくなりそう。確かにどっちも話になんないってことでいいですか。そうそうなんだ。え、JP 君って怒るんですか。怒んないね。最後切れたのいつですか。まあプチ切れね。うん、あやからずっと LINE 返信来なくて、うん、企画持ってったら、うん、無理って言われて、うん、はっ。それでもそれでもプチ切れやって。えさすがに浮気されたら切れます。そうだね、切れるよもちろん。けど彼女いないから。あ、ごめんなさい、なんかその、わかんないから。あ、はいはい、すみません、失礼な質問なんかしちゃって。すごい失礼だよ。ごめんなさい、本当にすみません。申し訳ないです。彼女作りちょっと頑張ってください。彼女作りとか頑張ってくださいって初めて言われたね。何それ。頑張ってください。すみません、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼します。みゆちゃんだって。ルナか弱いイメージなんだよ、やっぱ。全然か弱ないよ。結構バツバツ言うけどな。動画とか見る人だったらさ、うん、か弱いっていうか、あんまり言わないみたいな。はいはいはい、でもそうなんだ、みたいな。バンバンズの動画見た人は分かるんじゃない。逆に、めっちゃくちゃ見てなくて、会って印象だけだったらそうなんじゃない。あー、なるほどね。うん、意外となんか分かんないね、自分たちのイメージって。本当に。ということで終了でございます。ご協力してくださった方ありがとうございました。ということで、まあはい、トータル数えてないんですけど、うん、多分結果的にルナの勝利だと思います。おめでとう。悔しい。嫌な気持ち。いやでもここで選ばれるのは嫌よ。口喧嘩では。そうね、うん、普通に育乳します、やっぱり。やっぱそれが一番大事かなって今思った。いやもうあんなもうあれはもう気にせんで。いやー面白いね。はい、まあ、タイプとかもありますし、うん、中身知ってくれてる人とかはね、はいはい、違った考えになるかなと思うんで、うん、楽しかったから、はい、次同性バージョンでしたいね。やってみたいなと思います。コメントであんまり書かないでくださいね。俺はこっち派かな、俺はこっち派かな、そうだね、私はこっちとか。はい、はい、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。